ていうのでございますので、それでは皆さんどうぞ。おめでとうございます。特にあのリスとこの側に当たったりしたら、通電したら、できるだけそのゴルフ場の元の地形とか、その木とかそういうのいじらないで、あの自然の中にこう厩舎があって、今の調教ができるっていう、のを、まあ、目指してというかね、一番気に入ったのは、地形がね、販路を作るのに、自然のこう、どこどこへ販路を作ってくださいというような。地形だったんで、まあ、それをもしこれを人為的にやろうとしたら大変なことなんでね、自然の山の丘陵っていうんですか、それを利用して、だから本当に最初にこのご紹介されてここに来た時に、あ、ここは本当にこんないいとこないなと。